どうもグリズンです。それでは今回もやっていきたいと思います。今回ねメインの方やっていこうと思ったらなんかエイデンちょっといいって言われましてなんかお話があるみたいですね。ああ手を貸してほしい。最近求人のボードはチェックした？深刻みたいだな。ただの盗賊騒ぎってわけじゃなさそうだ。そうよ、部下が持ち場から脱走したんだ。そりゃまずいな。誰だ？私の友人のバートって男。まったく頭が痛いよ。私のせいかもしれないんだ。あいつはとても苦労してた。守ろうとしたんだけど私に力が足りなくてね。守るって誰から？他の兵士たち。彼らはバートを受け入れなかった。どうしてだ？問題があるのは兵士たちだ。私にもわかるんだ。旧態依然とした軍組織の中で個性的な人間がどう扱われるかは。でも問題はもう一つある。脱走だけなら死刑で終わり。でも彼が持ち出したものは他の善良な人々をも殺しかねないものなんだ。何を盗んだ？地図ってことにして。それ以上は機密事項。教えられないんだ。あなたは知らなくていい。探せばいいんだな。ええ、こんな状況だから人手は避けない。でもあの地図は何としても取り戻さないと。よし任せろ。バートはどうする？地図を取り返したら彼がどこにいるのか教えて。そこからは私の仕事。分かった。どっから始める？バートの寝床を調べて。この上の兵舎にある。誰に聞いても分かるか？ええ、彼は有名だったから。本人の意思に関わらず新兵の間で人気があった。マテオに聞いてみて。いつも武器庫のあたりにいる。そこにマグダもいると思う。バートの悪口をよく言ってた女だよ。いつも人の悪口ばかりでね。彼女は隣の医療フロアで働いてる。うん、よし、あとは任せてくれ。頼んだよ。ちょっとじゃあメインをやる前にこれを片付けましょうか。脱走兵。まずこの上、ちょっと順番が2、まあここにいるからちょっと聞いてみようか。お前が待てよか。ああ、前にレネゲートから助けてくれたよな。ほら、ニュードーンパークで。なあ、待てよ、聞いてくれ。メイヤーに言われてバートを探してる。バート？ああ、助けてくれたのは感謝してるけど力になれない。ただ話を。ダメだ、とにかくしばらく会ってないんだ。ギャレットに聞いてみろ。弊社に向かった。まあ、わかったよ、邪魔したな。待てよね、覚えてるよ。一人でなんかに逃げて隠れてたね。寝床はこの上か。あ、こっち行ったことないかもしれない。あるかな。あ、ないな。立ち入り禁止だ。民間人は PK の兵舎には入れん。おいお前、外に送り返されたよ。昔は花たらしの下っ端でも兵舎はきちんとしてた。なんか調べるマークはあるんだけど。あ、なんかある。リアムが描いた絵。リアムが父親と叔父と一緒にいる。何かあったか？何か見つかったか？うん、これについて知ってるか？いや、だがいい絵だ。力強い。誰の？知らんな。去年からバートがこういう絵を持っているのは時々見かけたが、俺の知る限りバートに子供はいない。子供か。俺の子は皆もう大人だ。死んじまったのもいる。悲しいがな。みんな小さくて幸せだった頃よく絵を描いていたな。クレヨンを何箱も使ってずっと描いていたもんだよ。この絵を描いた子はきっと幸せだったろう。だがバートはどこでこの絵を？友人の子供とかだろ。誰にでも優しいやつだ。
弱い者いじめをするやつ以外には誰にでも優しかった。手がかりにはならない。どうするか。食堂のスタッチに聞いてみろ。何回か一緒にいるのを見たことがある。バートはあいつが困った時相談に乗ってた。みんなを助けてた。そうか、スタッチと話してみる。なんか急に声変わったよね。おじいちゃん。なるほどね。まあなんか悪い人ではないっぽいですね。で、今度はこの下。そうか、何がダメなんだ。ちょっと頼みがあるんだけど。外に出るの？食堂は船の外にあるのか。ジャックマットはレネゲイドをどうにかしてくれないかな。道端の記念碑に名前が。あ、外に出るの？あれ、大丈夫これ。おー、ずいぶん遠いね。刻まれるようなことになりたくないよ。じゃあファーストトラベルで行きましょうか。あの医療のスタッフの人はいいの？あ、間違えた。はい、また音が遅れて聞こえてくる。いつもここ来るとそうですね。あれ、まだまだ音が。あ、この上。私だって子供の頃、悪口を言われたら喧嘩をした。スタッチか。バートを知ってるな。ああ、知ってると思う。一体何があったんだ。あんたには関係ない。やつは盗みを働いた。やつが脱走した。持ち場から逃げた。脱走容疑だ。あの野郎、やっとか。よかったよ。他の奴らにとっても。俺なら、やつをそっとしとく。そうすべきだ。部下を管理できてないメイヤーの問題だろうが。バートの馬鹿げた噂はまだあるのか。やつは盗みを疑われてる。そりゃデタラメだな。バートは根っからの正直者なんだ。あいつが盗みなんかやるもんか。やつのボスもそう言った。メイヤーのことか。聞いたよ。いいか、 PK の多くは昔からバートを嫌ってたんだ。メイヤーは尊敬されてた、大体な。だがバートのことになるとメイヤーの部下は従わなかった。お前を信用してるから教えてやる。バートは忠義に厚い軍人ではあるが、別の顔も持ってた。外が好きでいつも畑の近くにいてな。バンピールとセントポール通りの交差点にある古いビルの屋上で畑仕事をしてる奴らに聞いてみな。ニュードーンパークの中だからすぐだ。ありがとう、行ってみる。なんだ、盗みを してないって。ますます気になるな。いない。どこに行ったんだろう、あの人は。こっちですね。
このマップ開くのにすごい時間かかる。あ、もう目の前ですね。あの人？バートを見たか？しばらく来てないぞ。アンディの子の面倒を見てるのかもな。最近よく世話をしてたし。アンディ？バートの友達だよ。リアムって可愛い子供がいる。バートはメロメロさ、まるで自分の子だ。どこにいるかわかるか？さあ、リアムを連れてくる時ぐらいしか見かけないからな。その辺の奴らに聞くといい。ありがとう。まったく、文句垂れるやつは必ずいる。生きてるってことが重要なのに。どの人？どの人に聞けばいい？こっちにも人いるけど。あ、この人っぽいな。バートって知ってるか？そりゃあな、来てるのか。いつも本を持ってきてくれるから楽しみにしてるんだ。いや、やつを探してるんだ。なんだ、最後に貸してくれた本の話がしたかったのに。バガバットギーターさ。あの本は控えめに言ってもこう、マジで読み応えのある本だったぜ。そうか。向こう行ってみましょうか。じゃん。おお、危ない危ない。バートを探してる。何か知ってるか？そうだな、お前は脈なしだ。え、なんだって？落ち着けって。ちょっとからかっただけだろ。その面鏡で見てみろよな。質問の答えだが、バートは俺が知る中じゃ最高の男だって断言できる。褒めすぎだと思うか？見てくれだけじゃないんだ。世話好きで勇敢で優しくて子供を愛してる。アンディの息子のリアムは特にな。アンディ？ああ、バートの親友だ。双子かってぐらいそっくりなんだよ。リアムも、そうだな、瓜二つって感じか。バートは溺愛してるよ。それでどこに行けば会える？アンディの家じゃないか。つい昨日も家でうまい飲み物を振る舞ってくれたんだ。ほんといい奴らさ。どこにある？ここからそう遠くない。あっちだ。登るのが得意なら近道できる。いい情報だ。どうもありがとう。こちらこそ。二人によろしく言ってくれ。はい、それでは行きましょうか。どこだ？こっちか。え、すぐじゃん。え、この建物の中だよね。取る。はあ、スティーブ、どういうことだ？どうやら今日はついてるぞ。ちょっとおしゃべりしようぜ。自己紹介といこうか。お前バートだろ。バート？え、これはどうする？バートのふりをする？違うよ。いや、見てわからないか。ならアンディだな。また外れだ。なら無駄口はやめて、誰なのか言え。同業者さ。お前もバートを探してるってわけか。ああ、あの女、バートが盗んだものをそんなに欲しいのか。誰から構わず雇いやがって。
俺もそれは知らなかった。いつもならムカついてるとこだが、お互いメイヤーに雇われてるってことは仲間同士だ。情報交換と行こうぜ。でバートについて何か分かったか？教えない方が良さそうな気がするんだけど。知らない。何も。それに雇用主が同じだからってあんたと手を組む気はない。ならとっとと失せろ。俺の邪魔すんな。なんだ？ちょっと待って、ちょっと見てみようか。こっちか。これだ。これがあれだよね、船にあったやつだよね。どっかでボウガンの練習をしてる。ピアノがあるところでサッカーしてる。俺はエーデンだ。スティーブってやつを知ってるか？詐欺師のスティーブのことか。バートと何の関係がある？嫌な感じがするな。だがスティーブは知ってる。会ったことはないか？大概夜は食堂に来てる。すぐ連絡が取れるようにしといてくれ。奴が来たら知らせる。そしたら奴と話してくれ。わかった。じゃあなスタッチ。スタッチの連絡を待つ。エイデン。あ、来た。連絡。スティーブがたった今来た。メインルームにいてトランプのカードに自分の名前を書き込んでるよ。信じられないだろうけど、パンデミック前までは警官だった。あ、この人か。アイトール、あんたか。やあ、ルローリー。なんで？これは俺の息子だ。おいえ、こちらはエイデン。パパが入院してた時あったよな。調子はどうだ、オイエ。消えて。オイエ。冷たいな。すまん。この子もいろいろ大変でな。環境が変わって。どうした？実はパトリシアと別れたんだ。回復して最初にやりたかったことはあのクソ。悪い。耳を塞いでくれ。ワルツのクソ野郎って言いたいんでしょ？僕の前でもう100回は言ったことあるよ。そう、やつだ。パトリシアに止められてて。だが部下を殺したワルツに復讐したかった。ルーカスのこともある。あいつは罪を逃れてるだろ。やったのか？いや、歩けるようになると俺はやつを探し始めた。パトリシアには止められたが、数日後に家に戻ると誰もいなかった。パトリシアは息子たちを連れ出て行ったんだ。ほとんどのものがなくなってた。見つけたのは手紙だけ。それもほんの走り書き。どうやら俺がオールドビレドーにいた間、パトリシアは元夫と連絡を取ってたらしい。あんな堅苦しい教師の何が良かったんだか。たった一人の先生なんだよ。もう。おいえ、母さんをかばおうとしてるのはわかる。公平に考えてくれ。一緒に住んでるわけじゃない。様子がわからないんだ。ママはいろいろ疲れて出てったんだ。うんざりだったんだよ。そうだな。うんざりにも程があるよな。不安、俺への心配、俺が生きて帰ってくるのかどうか悩んで。今の目標はただ一つ、家族を取り戻すことだ。
気持ちはわかる。目標に向かって急ぐあまり周りのことを忘れてしまう時がある。お前は誰かを探してずっと走り回ってるんだろ。ああ、妹だ。ワルツが何か知ってる。自分を見失わないようにな。俺のようにパトリシアは話もしてくれない。オイエは、まあ見ての通りだ。末っ子のオビディオだけは俺に懐いてる。武器の使い方を教えてるんだ。子供たちと一緒にいると元気が出るよ。これ以上邪魔はしない。うまくいくといいな。待て、ラザルスを覚えてるか。頼れる武器だ。だがもう俺の役には立ちそうもない。そいつでワルツを始末するつもりだったが、お前に託そう。必ず成し遂げる。じゃあなおいえ。消えて。始まりと終わりが同じ言葉って。母さんは父さんの話を。ママがポートを。いや、このカードはあんたのか。はああ、俺のもんだとも。どこにあった。何か用か。バートとアンディについて知ってることを教えてほしい。知らねえよ。知ってたとしても俺は客の秘密をマジで守る主義でね。俺もマジで奴らを見つけるつもりだ。マジでねえ。いいから話すんだ。こっちで行ってみようか。見返りは何がいい。ただでとは言わない。ああ、そういうことなら話は別だ。よし、教えてやる。だが早いな。だが代わりにやってほしいことがある。そっちが先だ。なんだ。そうだな、何がいいかな。待ってくれ、いいやつを考えるから。ふざけてるだけなら。待て、ああそうだな、ああそうだ、思いついたぜ。よし、お前歌え。なんだって。お前いい声が出そうだし、心を込めて一曲頼むよ。バラードでもノリのいい曲でも何でもいいぜ。ああラップとかどうだ。ふざけんな。まあバートのことを教えてほしいなら歌うんだな。たく、バカげてる。その反応を見てやるといい治療になるかもな。心の中の音楽を入っちまえ。冗談言うな。情報をつかむチャンスだぜ。誰も聞いてないと思って。まあここにいるみんなが釘付けになるだろうけどね。僕もエイデンの歌聞きたいですね。わかった、やろう。え、あそこに、あの舞台に立たないといけない。街全体が締め上げた日から11年近く経った。アイトールもいるし、なんかちょっとね恥ずかしいけど。エイデン、どうした。え、どうやって上がるのこの上に。元気そうだなエイデン。あ、こっか。よーし、下どもは妙な。お手並み拝見と行こう。やってみな。世界観を歌う。いろんな土地をうろうろ見て回ってきたけど、この街が最高、誇りを持ってビレド。バイオマーカーはドープ、人々のホープ。そしてあの大聖堂、気分はローマ教皇。最高だぜ、マジで最高。まさかのラップ。街のてっぺんからドブ川まで、どこでも行けるぜ朝飯前。半端ないスキルで敵を切る。すぐさま死体の山で切る。いいぞ。あー面白い。ビレド is my home. You sing. ビレド is my home. ビレドって今 is my home. でも最高。じゃあディスって。つの人生運命、つも裏目、上がらぬ運勢。腰抜けファイター、囲まれるバイター。俺をいじめるな。愛と平和だろう。口癖はいつものオーマイガー。うわマジかよ、盛り上がるねエイデン。その調子で続けてくれ。まだ歌う。いいとも、期待に応えなくちゃな。俺は奇跡のリリカルガンナー、聞いてくれよ旦那。語りたいのはナイトランナー奴らのことなんだ。
東海時代の正義の味方、みんなしてる感謝。正真正銘スーパースター、人々救いました。おいおい、ワクワクしてきたぜ。まずはバイラ、ただのアンハボラタイルとバイターでフェスティバー、気をつけろ空中バンシーの天中。これはただのサンプル、実験の産物。もうお前に夢中だぜ、天才だ。ビレドはどん底、 You think ビレドはどん底、ビレドはどん底、ビレドはどん底。あのヒゲのおっちゃんだけすごいノリノリで、みんな呪われてる。だってビレドはどん底、イエー、喉がカラカラな時なんて。ビレドはどん底、イエー、そりゃどうしようもねえよな。まだ続くの。この吐きだめの街のダークサイド、リーダーはどいつもクソなタイ、ここはいけてない、希望もない。Oh, yeah! クソな街ランキング、いつもキン。俺のフォームをディスるな。おい脱帽だよ兄弟、すげえマイクスキルだな。え、何このま大丈夫。オッケー、それじゃあ話そうか。すっごいそばにいるような声のあれだけど、ずっとここにいるからね彼は。こいつは忘れられないパフォーマンスだ。本当はさ、からかってやるつもりで歌えって言ったんだ。でもすごかったぜ。情報を教える気がないなら。ああ、言うさ。今すぐに。うん、よし。双子の兄ちゃんに頼まれたんだ。奴らとガキを大佐のとこまで護衛しろって。楽だし報酬もいい。けど途中でピースキーパーの見回りと出くわしてな。あのクソ野郎。奴ら縮み上がってガキを心配しだして、俺はその場でお払い箱だ。前金だったしどうでもいいけどな。他には？いや、これだけだ。本当か？本当だよ。ネタがあればもう一曲リクエストしたいところだが、知ってるのはこれだけだ。マジだよ。分かった。別れた場所は？近くの古いコーヒーショップだよ。 E12 の出口車線の近くにある。行けば分かるよ。地下鉄駅のそばだ。うん。どうだった、エイデンの歌は。無言。250m。フランクはハンソンなのにひどいアル中なのが残念。あっ、オーマイガー。見えない何も。ああ、チェイスが開始された。やばいやばいやばい、逃げろどこ？あ、ここだ。でもやっつけないとな、敵。あ、来たな。大丈夫？なんかカクカクしてるよ、敵。ちょっと夜来たのが間違いだったな。
か一人。あれ終わった。終わったけど下にいるんだよな。普通の敵かな。いや中にいるじゃん。ちょっとやっつけるか。あ、まずい。なんだよ。なんか調べられますね、これ。戦った後だ。新しい。つい最近だ。壊れた武器、見覚えあるぞ。見覚えがある。ん？ちょっとここ行けるね。なんだ、秘密の部屋とかじゃないのか。あるな。こっちですね。この中だ。近くに隠れてる。間違いない。これでもここ開かないもんね。他に入れる場所なんか上行けそうだね。OK。足跡がありますね。あ、こっちだ。なんかいるね、でも。なんだお前、何しに来た。ああ、落ち着け。話をしに来ただけだ。あんたがバートだな。ああ、エイデンだろ。メイヤーがよこしたのか。ああ、あんたを探してブツを取り返せと。だがスタッチや他の連中にいろいろ聞いてな、何かありそうだと思ったんだ。メイヤーはよくしてくれたけど俺は耐えられなかった。毎日毎日。静かにしてくれ。隣でリアムが寝てる。あんたの事情はともかく、脱走と窃盗は重罪だ。メイヤーは必死になってる。捜索ボランティアをかき集めるだろうな。見つかったら俺はその場で処刑だ。だからお前を来させたのか。俺を逃がすために。じゃあ本当に地図を。地図っていうか PK の秘蔵品の在りかを示した暗号だ。きっと武器だな。俺たち3人をかくまってもらう代わりに大佐に差し出せるのはそれくらいだった。なるほど。なるほど。あんたみたいな奴には理解できんさ。アンディ関わるな。もう遅い、分かってるだろう。地図だか物資だか知らんがクソくらいだ。悪いのは PK の連中だ。他に手はない。だから君もここまでついてきたんだろう。そう思うか。ああ、俺たちを殺したってメイヤーに言ってくれるならお前に暗号文を渡す。俺の ID タグもな。頼む、お願いだ。そっとしといてくれ。同情はするが罪は罪だ。それにこれは俺の仕事なんだ。分かってくれ。この脱走は俺個人の問題じゃない。アンディとリアムの生死がかかってる。頼む、助けてくれ。助けよ。こんな目に遭うのは間違ってる。特にリアムはな。手を貸そう。ありがとう。アンディ、エイデンに暗号文と俺の ID タグを。大丈夫だ。分かった。
計画じゃ船の図書室で解読に役立ちそうな本を探すつもりだったけど、たちまち状況が悪化してその時間はなかった。俺が確認しよう。何なのか興味がある。捕まるなよ。俺たちの二の舞になる。バレずに済めばこれでお前とはお別れだ。どの道大佐のとこには行くなよ。ブッチャーって呼ばれてるくらいだ。他に手はない。それでしばらくはここにいる。次の手が決まるまでは。やめた方がいい。俺が見つけられたんだ。すぐにバレる。動き続けろ。そうだな。人目につかないようにしなきゃならないけど、少なくとも命はある。三人一緒にもいられるしな。幸運を祈る。それじゃ。うん、とりあえず。お、なんだ、びっくりした。クリントの仲間か。おう、あいつの言った通りだ。もう変態どもの居場所を嗅ぎ当てやがった。そこで待て、俺がやる。任しとけ。誰かと思えばボスから逃げたんだろ。まったくてめえらの誰かがやられてりゃ残った俺たちの分け前が増えてたってのによ。てめえがいなくなりゃ確実に分け前がでかくなる。出ていかねえってなら納得させるしかねえな、暴力で。かかってこい。強気だな。そんなことができるとでも。できるってことを見せてやろうじゃねえか。やれ。弓持ったやつが二人いるな。上にあいつらやっつけときたいね。よし、お前ら。どうやって。あ、お、痛いじゃない。くらえ。あ、なんてことを。すんごいひねり方してる。よし、とりあえずこれで終わりかな。あとは船に戻って報告するだけかな。うん、そうですね。じゃあファーストトラベルして戻りましょう。戻ったのね。それであんたが雇ったクリントはいいやつだった。礼を言うよ。バートを見つけ出すために保険が必要だっただけ。彼の居場所は分かった。ああ。それでバートは死んだ。 ID タグだ。もう死んでるから奴らには必要ない。エイデン、殺すだなんて。私だってそんな気はなかったのに。襲ってきたから身を守っただけだ。そう、分かった。それで地図は手に入れた。知らない。いや。ああ、なんでそんなことに。どうやらバートが事態のまずさに気づいて捨ててしまったらしい。子供のために動いてたのに、バカな選択だ。まずい。どこにあるかわからないのは敵の手に渡るよりまずいかも。奴らがいた場所を部下に調べさせたらどうだ。高速道路の高架橋近くだ。助かる。それでも地図が見つからなかったらどうにもならないけどね。辛いな。大丈夫、もう行って。この話をマットにどう打ち明けるか考えないと。わかった、また後でな。よし。だからさ、お、なんかこれはちょっとメモを解読して隠された宝を見つける。それは、あ、なんか表示されてます。この下ですね。
どこへ行けば解読できるんだろう。この上ですね。どうやって行くの？あ、こっから行くのかな？あ、そうですね。おー、本当だ。本がいっぱいある。そう、そこの。来なさい。アルバートだ。君が噂のエイデンだね。うん。評判は金々聞いているよ。大胆不敵。夜の街を真っ昼間とたがわず堂々と駆け巡る男。信じてるのか？そりゃ最初は疑った。何しろ流浪人といえば皆訳ありだからね。盗賊に反逆者、はみ出し者。しかし君に関する噂を聞くに。何を聞いたか知らないが多分誇張されてる。そんなことはないとも。私は君が得るのに苦労してそうなものを持っている。信頼だよ、君へのね。信じすぎるのは危険だ。危険など気にしていられるものか。君の強さ、意志、勇気、それが今必要なんだ。めっちゃ褒めるね。かけがえのない宝を取り戻すためにはね。でないと永遠に失われてしまう。そして人類は知性と哲学の暗黒時代に突入するだろう。そうなったら取り返しがつかない。つまり本の話か？これは安物のペーパーバッグの話じゃないぞ。私が言っているのは人類の長い歴史の中で生み出された偉大な文学作品のことでね。偉大な作品群。思想書、哲学書、恋愛物に悲劇、戯曲、ホラー。そのどれもが人類を明るく照らし、生きる希望を与えてくれる。こうした遺産を失ってみなさい。原始人へ後戻りだ。野蛮なうなり声、稚拙な壁画、そんなものでしか自分を表現できなくなってしまう。わかった。どうすればいい？宝を探し出し、保管する手伝いをしてほしいんだ。私はこの地域における個人の蔵書を調査していてね。思うにこの町には貴重な書物がたくさん眠っているはずなんだ。けれども建物の多くはあの恐ろしい夜の化け物が占拠している。そこで君の出番だ。これがリストでね。本のタイトルはそれぞれ人類の様々な面を表している。それらを救えなければ人類はダイヤモンドの輝きを失い、ガラスのように砕け散るだろう。いいかね、我々は血と肉だけではなく精神と思想を持つ存在なのだよ。私が君に委ねたのは人類の魂の救済なんだ。分かった、行ってくる。長いね、語りが。解読手伝ってくれるのかな、おじいちゃん。アルバート、本を探してる。好奇心旺盛なものは大歓迎だよ。なんだい？暗号の解読に関する本はないか？おー、魅力的なテーマだ。ところで君はアラン・チューリングを知っているかね？暗号解読のパイオニアだよ。第二次世界大戦中にコンピューターを発明したのは彼だと言われている。まさに天才だ。映画ありましたね。政府はどんな仕打ちをしたと？科学的虚勢だよ。挙句不名誉な死を遂げた。気の毒に。アルバート、本を探してるだけなんだ。ドクターストレンジを演じた俳優さんが確か PK の役にもっと立ちたいということか。出てた映画ですね。いいだろう。見たところベーコンの暗号に関するこの本が使えるはずだよ。もし勉強したければ暗号に関する本があと2冊ある。近くの棚にあるから探してみなさい。ありがとう、アルバート。ん？あ、これか。うん、あ、なんか書いてあるね。あ、こっちにもある。うん、
こっからそっか解かなきゃいけないんだね。よし、はい、とりあえずですね、暗号はどうやらここの地下に、あるみたいですね。地下なんてあったかな。あ、地下あるね。ここは開かない。水の中にある。あ、あった、これだ。で、番号が3 21 67。よし、なんだこれは。え、あ、なんかあるな。でもこっちハード、ちょっと待って、息続くかな。ちょっと待って、取れない。よし、 UV バー、ちょっと待って、息がもうないよね。よし、でこれ目的地なんだ。でも思ったより宝が大したことなかった。あ、これでメインに戻るのね。はい、なるほど。なんだ、期待したのに。はい、とりあえずですね、今回この辺にしましょう。すいません、なんかこんな感じで。また次回よかったら見てください。次回はね、メインの方やっていきたいと思います。お疲れ様でした。バイバイ。